ポツ効果えぐいのあるで。気が早い言うとよし、見るか。OK。一突。スキル使った後、攻撃速度 20%! 10秒続く。固有テンプの最低効果、バインを発動させると、時間更新する。通常攻撃速度 20% 上がんの。絶対楽しいじゃん。二突。通常攻撃は敵に命中すると雷ダメージ。あ、やっぱそうだよね、これ。背の結構二突大事ちゃうか？雷ダメージバフ足りないもんね。お、ちょっと星座大事そうなキャラ来ちゃう。そっか。無突で使いこなすのはむずそうだな。最大5層まで。二突だけでダメージバフ 50% 上がんの？雷バフ。雷ダメージバフ 50%。 二突で二突しなきゃダメじゃん。だって、モチーフ武器は、まあ、熟知ある分だけ攻撃上がって回心上がる武器でしょ。で、突破ステータス回心でしょ。で、セルス金メッキ4だったらさ、ダメージバフ足りないじゃん。雷ダメージバフの杯 46.6% だけじゃやっていけないよ。でも、二突してくださいって言っとるようなもんやんな、これ。まあまあまあ。いや、これはちょっと、背の無突で使いこなすのは厳しいかもしれんな。